学生の時の話なんですけど、僕ものすごいコンプレックスがありまして、小学校6年生で身長が175センチあって、顔がもうめっちゃ老けてたんですよね。でもみんなからおっさんおっさん言われてて、でまあ嫌だったのが、まあ〇〇の予選会でも話したんですけど、お父さんとラーメン屋に行って、親父が瓶ビール頼んだらもう 100% の確率でグラス2個出てくるんですよ。まあいやいや少年野球したんですけど、まあ、普通に立ってるだけでよそのチームの監督がタバコ吸いながら「お宅のチームの選手はどげんですか?」とか言ってきたりとかもう嫌なことがずっとあってですね。で一番嫌なのがやっぱり同級生と喧嘩みたいになると、もう理由関係なく体が大きいという理由で僕が悪くなるんですよね。なるほど。で一番ちょっと納得いかなかったのが、僕は昼休みにグラウンドでこう友達と普通に話したんですよね、2人で。したら同級生の誠ってやつがいまして、まあ、みんなマコって言ってたんですけど、マコがこうサッカーして走り回ってたんですよね。一応決まりではサッカーゴールの前ではいいけどちょっと危ないからグラウンドを一番使ってサッカーするのは良くないっていう、マコがそれを守らずに走り回ってたんですよね。で僕喋ってる後ろからマコがよそ見してて、僕に思いっきりぶつかってきたんですよね。完全に悪いね。孫の鎖骨が折れちゃったんですよ。一応小学生の時の写真も持ってきたんで、これ僕も見たんですよ。もうびっくりして、卒業式の写真なんですけども、一応僕これです。うわまあコスチュームも悪いよ。ちなみにこっちがその鎖骨折ったマコなんですけど。なるほど。そら川原が悪いわ。すごい嫌だったという。ああよかったよかったよかった。とりあえず1個紹介しといてな。これはまあそんな緊張せんでええやん。もうそのまあええけどもうちょっと気使ってみたいな話なんですけど、去年の暮れのこれの収録前の楽屋でのことなんですけど、大輔が子供が生まれたと。で予定日1月やったんですよ。で1月やったけど年内に生まれて、まあでも体重もしっかりしてるしよかったな言って、おめでとう言ってて、でなんとなくまあジュニアもいてね、誰か僕がなんか来年やったら何年やとかみたいな、で今年は虎やから来年はウサギですよね言うて、大輔も聞いてるはずなんです。ウサギって誰がおったか、いや兄さんとか松本さんもキム兄もウサギやでとか言って、大輔聞いてるか聞いてへんかみたいなぐらいの微妙なことやったんですけど、で大輔がその生まれたことをまあこう「いやほんまよかったっすわ」言うて喜びながら、で松本人志様って書いてますやん、ここなんか置いてますやんメモって、みんなの木村祐一様って僕もここにいるんですよ。いやほんまよかったですわ。いやもうほんまね、来年まあ予定日来年やったんですけど、来年やったらもううさぎ年なんですよね。もう虎でよかった、もううさぎ年みたいなしょうもないと思う。ほんまよかった。うさぎみたいなもうしょうもない。ジュニアが前におって、ジュニアは察して僕の顔も見て、まあ俺はまあトラやけどなって言って、チラッと僕の顔見たら大輔それに気づいて顔面蒼白になって「はあ!」言って眼鏡パーッとって一発思いっきりどっちでください。何回でもええけど構えへん。いやいやええけどええけど。いやでも軍人か俺らそんなんちゃうで。そんなんちゃうでこらへんし。いやほんま失礼なことしたなと思いましたよね、やっぱり。いやそうこの間なんですけどね、まあこれお前さそれ本番前に練習してたから悪気もあるわ。この間なんですけどね、この間なんですけどね。ほんまや。いやそれはやっぱ練習しとかないと、それ温めとかないとダメでしょ。はいねえ、改めていやこの間なんですけどその、まあ、コンビの存続にも関わることが起こりまして、ちょっとね、ロケに行ってたんですよ。で、ロケに行ってまして、ちょっと待機しといてくださいということで、フットボールアワー、まあ、タクシーの後部座席で2人並んで、待機してたんですよ。ほんで、まあ、時間は夜です。もう真っ暗なんですよ。ほんで、運転手さんもどっか行ってまして、車の中は2人きりなんですね。ほんで、まあ、コンビで喋るのもあれかなと思いながら、ちょっと気まずいのもありながら、ずーっと外見てたんですよ、僕。俺、向こうからなんか、おじさんが一人歩いてるんですよ。まあまあ、歩いてる人別に見るじゃないですか。で、こう、見てたんですよ。歩いてはるわ、思いながら。このおじさんがこう、近づいてくるんですよ。俺、なんか来はったな。まあまあ、もう、知り合いでもないし、こっちに来ることはないやろ、と思ったら、こんな感じの形相でこっち近づいてくるんですよ。こっちにからわるよっちゃんなわけですよ。で、わー来て、これちょっとだけ窓開いてたんですけど、コンコン、コンコンって僕のとこ来たんですよ。はい。おいね、お前今見とったな。お前ね、わしのこと今見とったやろ。いやいや、見るも何も、歩いてはったから、まあ見てたかな。見てたと言えば見てたけども。じゃあ見てるね、お前舐めてんのか。お前なんかテレビで見たことあんな。あ、お前調子乗っとんのか、お前さっきからガン飛ばしやがって。いやいや、そんなつもりないですよ。お前なんか降りてこい。ちょっと降りてこい、お前。いや、僕もこんな言いがかりなんで、わかりましたよって言って出たんですよ。ほんなんもうめっちゃでかいおっちゃんやったんですよ。こうしてたからわからなかった。こらあかんと。こらあかん、もう胸ぐらつかまれて、あ、こら負けると。ちょっと待てよと。相方がおるやないか。相方の岩尾が助けてくれるやろと思って、頼む岩尾と思って岩尾パッと見たら、手の震えを利用して雑誌の袋閉じ破ってた。錦野旦さんの話なんですけど、まあスターとは呼ばれてるんですけど、ここ一番決まんないんですよね。ちょっとね、そういうとこありますね。スターっていうのも本人がやってるスターですから。で、僕錦野さんと静岡の熱海市に旅のロケに行ったんですよ。でもホテル着いたんで喫茶店入りましょうってことで、錦野さんがサングラスをしてでコーヒーを飲みながら、和又、やっぱり静岡っていうのは。コーヒーがうまいなって言うんですけど怖いな。静岡ね、お茶なんですよね。その後、梅園に行きまして、梅園っていうのは梅の木が400本ぐらいこう生えてて、で、梅が咲いてめちゃくちゃ綺麗だったんです。で、綺麗だって回って、しばらく回ってから、錦野さんが、こう、木にもたれかかりながら、和又、なんでこの梅園を見てみんなが感動するか知ってるか。わかりませんね。お前まだ分かんないだろうなって言うんですよ。ここの梅園っていうのは全てが梅だからみんなが感動するんだ。何一つ余計なものが入ってない。全てが梅だから感動するんだよ。で、もたれかかってる木に柿って書いてあったんですよ。旅の締めなんですよ。ああいう旅ロケっていうのは最後旅の締めで意外といい話をして終えるんですよ。で、僕が食べながら「西野さん今回の旅どうですか?」ったら「今回旅をしてみて旅と人生は似てるな」ってことに気づいたんですよ。で、俺はその人生の中でかみさんというパートナーに出会った。旅と人生は同じだ、その出会ったかみさんを大切にしなきゃダメだなって言ってパッて見たら西野さんの横に生け花が生けてあって二つの椿が寄り添うように咲いてたんです。で、西野さんがそれパッて見て、俺もこの椿のようにずっと寄り添っていたいなって言ったら、椿が一個ポトンといったんですよ。もうさ、嫌や。つまんないな。スター錦野の決まらない話です。会いたくないわ。けど、子供をさっきキムにも言わはったんですけど、生まれたんですよ。でそれが帝王切開で出産したんですね。で入院してたんですけど、そこにこう遊びに行って、面会ですよね、行って大丈夫か言って、で普通に喋ってて、ちょっとでもこう面白いこととか笑ったりしたら、その傷口が痛いから、痛い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 、ちょっとやめて大ちゃんやめて、痛い痛い痛いってなってたんですよ。で、あ、これはちょっとこう、もう普通にしとかなかわいそうやなと、ちょっとしても痛いだよなと思って。んで、僕らシーンと、ずっと普通の会話、何気ない会話ぐらいしていてたんですよ。ほんなら、京都から、うちの親父が来る言うて、で、お父さんが来たんですよ。で、こう、大丈夫か、元気か、ありがとうな、産んでくれて、言ってるんですけど、こう、急に、痛い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 って言ったんですよ。ほんで、ちょっとお父さんが散髪してるやん、痛い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 って言うんですよ。お父さん散髪してきてたんですよ。それが、そこにハマったんで。散髪してる、ちょっとお父さんほんまちょっと分かって、ちょっと痛い痛い、お父さん散髪してるやん、痛い痛い、そんなおかしいけ、ちょっともうちょっと痛い痛いってなって、俺もうあかんわ言って、お父さんちょっと喋りたいこともあるかもしれんけど、ちょっと下でお茶でも飲んでって、ほんで下行ってたんですよ。ほんでかわいそうやな思いながら、この横にいてて、大丈夫落ち着いたって言ったら、うん、落ち着いたって言って、もう大丈夫お父さん呼んでも、なんか喋りたいこと歩いてるし、そうやね、うん、なんかごめんなって笑ってって、大丈夫呼ぶでって言って、で下にお父さんに電話して、あ、お父さん孫もう大丈夫や言ってるし来て、落ち着いた、分かった言って、でまた入ってきて、孫大丈夫かって言ったら瞬間に、いないいないいない。もう今日無理やな。今日どうも無理やな。ちょっと1週間ぐらいしたら来るわ、マーク。お父さんその日はもうそのまま帰った。そういう話。何がつぼにはまったかわかんない。それはかわいそうか。1週間経ったらまだね、髪も馴染むしね。はい、僕は中学校というか実家がすごいど田舎に住んでて、で中学校がね、3年間林間学校みたいなのなくて、山と海に囲まれたとこにあるんで、そこの運動場でキャンプみたいなのをするんですよ。でグループに分かれてやってたんですけど、やっぱり当たり前のように僕らの時代ってご飯ってカレーを作るんですね。みんなお米とか野菜とか振り割って持ち集めて、でその僕のグループの中に吹奏楽部の吉田っていう子がいてて、もうすごい真面目で、坊主頭で体はでかいんですけどおとなしい子で眼鏡かけた子なんですけど、男子ばっかりのグループだったんで、そのもうカレーなんか味なんかどうでもいいんですよ。もうなんかそれやるのめんどくさいからいろいろもうとりあえず切って煮込んで、で他のグループは丁寧に作るからなかなか進まないんですよ。でみんなでこうおもろいなって吉田の眼鏡を取ってそのグツグツのカレーの中に入れて、もうずっとこうかき混ぜてたんですよ。でもうそろそろ食おうかっていうだけで、先生はこうみんな同時にできてから食べるからまだお前ら早かったらまだ待っとけっていうから、結構煮込んだんですよ。で食べていいよっていうからこうみんな配って、吉田にはやっぱり自分の眼鏡をこうのせたカレーを作ってあげて、さあ食べようかって言うたら、吉田はもう黙ってそれをこう運動場の水道のとこに洗いに行ったんですよ。もう何にも言わずで帰ってきてこうかけながらムスッとして食べてるんですけど、もう昔の眼鏡だからですかね、パッて吉田をみんな見たらちょっとねカレーが旬でグラサンみたいになってるんですよ。落ちきて薄い微妙なね色がついてるんですよ。つくかやっぱり。そうなんです。真面目な吉田がそれがめっちゃ面白くて食べてたんです。ほんで月曜日になって絶対先生に怒られるぞって言っても、授業中も何ら吉田は注意も受けずにずっとイケてたんです。もう微妙なんで。で次の2年生になった時もクラスは違うけど、吉田見つけてもう一回煮込もうって言ってみんなでこの集めて吉田のとこ行って眼鏡取ってまたカレーなんで煮込んだったんです。ほんでまた吉田にすくったら黙って洗いに行ってかけてるんですけど、ちょっとグラサンとか増してるんですよ、やっぱりその染み具合が。でも3年間それを続けるって3年の時の、そのキャンプの時もゾロゾロって集まって、みんなでも吉田のとこ行ったら、吉田も2年間は嫌がってたんですけど、もう、あれかって言うて、こうもう、メガネを取ってくれみたいな。黙ってもずっとしながら。で、吉田のメガネをまた煮込んだ。で、かけて、また黙ってかけても、え、これ、濃さ増してるっていうのも、まあ、僕ら分かんないです。もう分からんな。でも3年間吉田そのメガネっていうかもうグラサンなんですよ。で徐々に色ついたから、もう先生とか僕らもやっぱ分かんないですね。ただ新任の先生みたいなの来たら、いきなり来たらやっぱりグラサンぐらいの色をやったんですよね。吹奏楽部に、吉田がいる吹奏楽部に新しい先生入ってきたんですけど、吹奏楽部の、担当になったんですよ。で、吉田はトランペットみたいなの入ってる、吹いてるんですよ。で、吉田を見て、その新任の先生が、お前形から入るなって言って。おしゃれやと思う。おしゃれるな、お前っていう。落語界の話ってのは我々の方はすぐ伝わってくるんですけど、あんまり世間に出ない話がいっぱいあるんですよ。で、今東西交流が非常に盛んになって、で西の方から上方の逸話が来たという話で、で人間国宝っていうと東は亡くなった小三師匠で、今米朝師匠、その息子さんが小米朝から米團次になって師匠の名前を継いだわけですよ。だからもう血筋としてはもうね、立派なもんで落ち着いてて、落語もきちんとやってるようなイメージがあるんですが、案外そそっかしいって話で講座から降りてきたんですよ。ね、それで「ああなんや今日めんまいしとるな、えらいめんまいしとるな」と。で着替えて、で鏡前でもってコンタクト外したら右から2枚出てきた。コンタクトつけて上がるでしょ。だけど右に2枚は入れない。喋っててめまいがしてしょうがないんだ。去年のクリスマスイブですよ。10月24日ね、はい、もうまあこう町場こう盛り上がってるわけですよ。はい、そうですね、僕その日休みやったんですよ。うん、で、まあ僕今彼女もいないんで、さあ夜どうしようと。うん、まあまあ。彼女のいてない後輩2人誘って3人で、じゃあちょっとご飯でも行こうか言って、まあまあ、なんかちょっと美味しいもの食べようやって言って、ちょっとまあまあ高級めのお寿司屋さん行こうか、予約取れるかなって電話したら、あ、ギリギリ3名やったら行けますよって言い張ったんで、あ、じゃあ行こうか言って後輩と3人で行ったんです。まあまあそんな日なんで、もうカウンターも全部カップなんですよ。全部カップなんですよ。ほんで、うち3人座ってる横だけ女性1人で1個席空いてるんですよ。だから待ち合わせで男性待ってはるんですよね。でも全部カップル男3人なんですよ。ほんでまあいろいろ飲み物頼んだりしてたら、もうすぐ、ごめんね言うて、30代半ばぐらいの男性、30代同士のカップルですよ、大人のね。ごめんねっつって、プレゼントをポーンって渡して、そのことにはもう一切触れず、大将、ビールみたいな。すごいこうスマートだね。もうこっち3人、うわー、ええなーってね。何なんですよ。女の人は、何見ていい見ていいって言って、お、いいよ言って。ほんで、出し合ったんですよ、紙袋から。紙袋の中にもう一個薄い白いこう巾着みたいなのに入ってるんですよ。これ見ていい、うん、で、ね、出したらその白い巾着で、それパッて開けて、その女性が、なんでやった嬉しいって言うてんですよ。ね、うわ、すごい言うて。はい、こっちから見ても、どう考えたらその本心の、心からの嬉しさがわかる。やったなんで出していいっつって。彼氏が、みたいな感じで、なんやろと。やった言うて出すんですよ。ね。パッて出したら、野球のグローブなんですよ。ってなってこっち3人、やるな、それはもう。ほんなら後輩1人が、グローブって言うたんですよ。声出すな言うて。ほんなら、やったーはめていい言い出して。マジかよ寿司屋で、こうやってグローブはめ出したんですよ。うわ、すっごい可愛いんだけどで、こうやって筋食うてんですよ。グローブはめて。いや、もちろんしてはれませんよ。けど、そのうち俺、寿司こうすんじゃない。ボールみたいに。すごいな。寿司握らして、紐で止めて。肩つけて、肩つけて。いや、ほんまこうやって喋んちゃうかみたいな。何やろ、それ。まあでも謎やな、それはもう。っていう話だ。っていうのを、まあ、あるところでね、いいとこの増刊号でも喋ったんですよ。ほんなら、あれ私のことやって言って、その女性がなんと、いいとこのプロデューサーの大学の同級生やったんですよ。たまたま。ほんで、あれ私のことや。確かに、ジュニアさんが隣で寿司食べてはったって言って。お前さ、グローブもうて、なんでそこまで喜んでたの？ほんなら、実はその男性は旦那さんでずーっと学生時代から野球やって、ほんで社会人になっても野球やってはって、で付き合ってる当時にいつか落ち着いたらあなたと一緒にキャッチボールしたいわって、ポロッと昔言うたことがあって。ほんでその旦那さんが社会人野球をやめることになって落ち着いたから今度、いや、キャッチボールしようなっていうのを思い出して渡したんだ。あの一言、若い時の一言を覚えててくれたんやって言うんで、うわー俺この話政治にしたら「お前嘘つけ!」言うて「誰がグローブ持って喜ぶねんお前ほんま訴えんぞお前嘘ついてまで笑い欲しいんけ!」みたいなこと言うてたから法廷で俺戦いますよ。勝ちますから僕20歳から28までの8年間ちょっといたずら電話に悩まされてまして、で出たら、執事で変わってくるんですけど、男の人の声でって言うんですよ。で何と思って、でも最初はすぐ飽きるだろうと思って誰もリアクションせずに普通に切ったんですけど、毎日かかってくるんですよ、欠かさずに。だからもう1年ぐらい経った時に友達とかにはもう出自拒否したらって言われたんですけど、ちょっとなんか意味わかんないし、ちょっと出自拒否っていう形でちょっと終わるの嫌だったんで、あえてしなかったんですよね。で、どうにか、犯人見つけることは無理でしょうけど、どうにか抵抗できないかなと考えた結果、やっぱ1年以上聞いてるんで、そいつの傾向が上がりまして、そいつ僕が切るまで、絶対切らないんですよね。もしもしって言って、誰っても、ってずっと言い続けるんですよ。おいって、もう何言ってもパンパンパンの一点張りでずっと切らないんですよ。だから、またかかってきて、もしもしっつってパンパンパン言ってたんで、わざと、こうベッドの上にポンと置いて、切らずにそいつの電話代を高くしてやろうと思って、無視してこう50分ぐらいこうテレビ見てたんですよね。でこうパッて見たらまだ通話中になってるんですよ。こいつ50分言ってたのかなと思って、撮ったらこう音でバレるんで自分からこうベッドに耳にこう寄せていったらシーンって何も言ってないですよ。あれと思って「おい」って言った瞬間サボってたみたいな。でまたそのまま続いて3年ぐらい経った時に携帯機種変更したんですよね。したらピタッてなくなったんですよ。したらあれでも番号はそのままなんですよ。俺番号そのままなのになと思って、でもまあいいやと思って半年ぐらい経って、したらその時に理由が分かって、携帯新しくしたんで初期設定になってて出打拒否になってたんですよね。最初出した時にね。はい、だからかと思って、まあでも半年なかったからもう向こうも拒否になったから諦めたんだなと思って、半年後に出打拒否を解除にしたんですよ、ね。解除しました。はい、そしたら次の日すぐ出打で変わってきまして、それで3年間毎日僕にパンパン言ってたのが半年間お預け食らったもんだからもう溜まってたんでしょうね。出た瞬間聞いたことない裏に行くで。結果分からずや、ストレスが溜まってたんやな。の2週間ぐらい前なんですけど、仕事をしてまして、そしたら、携帯にちょっとメールがあったんで、ちょっと見たら、うちの嫁から電話が、メールが入ってて、で、子供ちょっとおばあちゃんとか預けて、ちょっと買い物したいので、今買い物中です、みたいなメールが入ってたんですよ。ああ、そうなんや、と思いながら。で、まあ仕事わーって終わって、思ったより早く終わったんですよ、仕事が。どうしようかなと思って、まあまあまあ、じゃあ家帰ろうかと思って、一回家帰った。まだ帰ってきてないんですよ。で、家で一人で、ああ、まだ早いしどうしようかなと思って、誰かと飯でも行こうかなって、携帯こう出して、こう、なんとなくこう、いじってたんですよ。今までそういうとこめったにいじらないんですけど、その日に限ってたまたまカレンダーのとこちょっといじって、そしたら結婚記念日って出たんですよ。マジかと、ついてんのかついてんのか知らんけど、やったと、危ないとこやと、何してんのよ。あ、じゃあ子供預けてんのも買い物してんのももう全部伏線やそれ。だからもう多分プレゼントも結婚のプレゼント、どうしよう、やばいやばい、俺何にも買うてないし、どうしようどうしようと思って、ちょっと落ち着けちょっと落ち着けで、一旦あえてちょっとクールダウンして、ちょっと低いトーンで電話したくたの。もしもし、もう帰ってきたけど、みたいな。あ、そうなんだ。ちょうどご飯もあれだから、もうじゃあもう一緒に食べるとか言って、何度か行ったことある店、もう、じゃあそこ行っとこうか。完全に予約してるじゃないですか。二人きりでね。完全じゃないですか。でも、うん、まあでも、そんな腹減ってへんけどな、とか言って。バッて切ってもうバックバックで、もう完全に向こうが言えへんってことは、俺行ったら思いっきり言われますよ。もうコーナー追い込まれてボッコボコで、やばいっしょ、やばいっしょ、今からプレゼント買いに行く時間もないし、うわどうしようどうしようと思って、とりあえず今まで結婚してからほとんどつけたことない結婚指輪をつけていったろと。正直どこにつけるかもわからんから、ヤフーの知恵袋で調べて、わかるでしょ。ほんであえてちょっと遅れ気味でわー行っていきなり来られたら辛いから、もうね、座ってましたよ、嫁がね。座ってるところにもう結婚披露宴さながらにビッカーって行ったったんですよ、お試しが。ほんだら嫁がパッて見てふーってなってるんですよ。ね、用意してた言葉は結婚記念日から覚えてるっていうね。そしたら嫁が10日前に終わってるけどって言われて、僕カレンダーの付け間違いしてたんです。最悪ですやん。付け間違いですか。もうそっから15分苦笑い。全部たまたまやった。全部たまたま。米男子続き。ね、講座から降りてきたらね、米男子がね、ああ今日暑いですよ暑いですよ、ライトで暑いったらわかりますよね。ああそうか、ライト暑いんだなと思ってね、着物脱ぎ始めたらね、4枚着てたの。なんていうんですかね、こうパッとピーンと張り詰める瞬間っていうのが多分あると思うんですけど、本当に張り詰めてわ怖ーというか、シーンとなる、もうお葬式以上のピーンっていうシチュエーションっていうのは皆さんも体験されたことあると思うんですけど、ある時山根師匠、チャンバラトリオの山根師匠という方に僕たち若手が殺陣を教えてもらうという機会がありまして、まあ吉本で殺陣を教わるとなればもう山根師匠なんですけども、ほんで僕たち若手、野生爆弾とかロザンとかキングコングとか中に混じって僕も殺陣を稽古してたんですけど、ただ朝8時から11時ぐらいまで、まあ毎日それが続いてたんですけど、ある時7時50分ぐらいになってもロッシーの姿が見えないんですよ。で、あ、これちょっとまずいぞと、山根師匠なんてむちゃくちゃ偉い方やのに、しかもちょっと怖いこわもてじゃないですか。これ絶対とちったらあかんなと思って、僕速攻電話したら、すいません、今起きましたってなったんですよ。うわ、最悪。お前何分後に来れんねんって、30分ぐらいです。すぐ行きますって言ってなったんですよ。で、僕、山根師匠に伝えたら、怒りはるんかなと、あ、そうですか。じゃあ待ちましょう、みたいな。うわぁ。静か、ギャン、怖ってなって。その間、ピーンってしてて、山根師匠と、それで、幸太郎さんという、山根師匠の助手みたいな方ですね。お弟子さんなんですけど、その、ちょっとちっちゃい宇崎竜三みたいな感じの方。実際にそういうモノマネされてるんですけども、見た目コミカルなんですけど、さすが山根師匠の相方というか、その、弟子ですから、もう、縦の腕は一人前というか、もうすごいんですけど、その方と二人で、ずっと待ってる間も、シュッ、シュッとこう、素振りをされたりとか、で、ちょっと段取り、今日はこれを教えようかみたいなことをひそひそとやるで、シュッシュッやってるんですけど、ピーンとしてるのに、山根師匠と幸太郎さんがシュッシュやってるから、もう余計こう張り詰めてきて、若手たちはもう震え上がるというか、っていう感じだったんですよ。ほんだらもう朝、バタ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 って、遠くの方から音聞こえてきて、ほんだらもうスライディングするかのように、もうロッシーも山根師匠の現場とちってもう保てるから、すいませんでした本当に遅れてすいませんみたいな言うてます。ほんだら山根師匠がつかつかと言って、いやもういいです。頭上げて、さっさと練習しましょうみたいな。怒ってないんですけど、めちゃめちゃ怖いんですよ。怖ー思って。ほんだら、じゃあ、今日は、ちょっとしんどいですけども、こういうメニューでいきましょうみたいなことで。言うとですね、こうしゃがむ感じなんですけど、しゃがんでこう振れと。で、こう歩きながら前へこう、端から端まで行ける。ちょっとうさぎ飛びというか、それなんでこれをしてるのかというと、お前らは、ピッてやった時に、刀が止まれへんと。ふにゃっとなる。それをここでピチッと止めなあかんねん。でもそれできてんが、それの練習でやると。切っ先を絶対に地面につけてはいけない。もう刀というのはかけるから。もうそれ木刀なんですけど、絶対当てたらカツってなるから。カツは絶対あかん。シュッてやって、早く、しかもギリギリのところで止めろ。こんな離れとったら絶対あかん。ギリギリのところで止めろ。当てたら絶対あかんってなったんですよ。メニューも厳しくなったし、なんか要求されることもちょっと怖なって、いや、ちょっと怒ってはるやんみたいな感じになってる中、へえ思ってたら、幸太郎さん、じゃあ見本を見せなさいみたいになったんです。だから幸太郎さんというちっちゃい宇崎竜と、ここにいてるみたいな感じで、普段はちょっとブーツみたいな、黒のブーツをいつもお履きになられてる幸太郎さんが。幸太郎さん、見本を見せなさいと。はっ言うて。その時もちょっと空気をさせたんか。はなんか言うたことない、ここ数日間。やっぱこう、空気がこないなってるから、幸太郎さん、見本を見せなさいと。はっ言うて。はって聞いたことないな。幸太郎さんも今日は、ピリッとされてる。そうだよね。もう絶対笑ってはいけない。シーンとした中、はっ言うて、しゃがみ張って。いきますカツって2回目だった。僕、このボケこら、思って。笑ってまえなんかこら、思って。さすがによく張り詰めてて、見本見せろ。はぁ言うたくせに、シュッ、カツってもう渡した。でも、全員、体くるんじゃん。やばい。みんなこうです。でも山根師匠もずっと微動だった。あれ当たったのになと思いながら。幸太郎さんも、シュッ、カツって。当たって、その次まだ続けるんですけど、明らかにもう当たったの自分で分かってるから、めっちゃ上で止めてる。冒険せえへんわ、上も。気づいてるやん、当たってんの。日本になってんのともう離れまくってるやん。みんなもうめっちゃ笑ってる。冒険はしない。こいつほんま、どんだけ笑かしたらあかんときに、何しょうもない、はぁ言うた。カツやれへんから、だんだん笑けてきて。うわ、絶対笑ったらあかんわ。端っこまで行くんですよ。どんどん離れたまま。最後、幸太郎さんが終わったら、くるっと回って、ペコってしちゃったんですよ。当たったくせに、くるっと。やったら、山根師匠が、よーし、じゃあ今のように言って、いや、今のようにやれへんから。当たってたやん。当たってええの、あげてええのみたいな。はい、もう、そういう、絶対宇崎竜三の方に、されならんぐらい笑かされたことがあったので。緊張があるだけで余計にね。はい。いい人なんですけど。まあ一緒なんでしょう。昔なんですけど、僕の、まあ、結婚する前うちに連れ5人で夜中遊んでたんですけど、夜中ちょっと小腹減ったないうことで、ちょっと近くの弁当屋さんにじゃいけんで負けたやつが弁当買いに行こうって「じゃいけんほい!」ってストレートで僕負けまして「ほな俺ちょっと行ってくるわ」言うて、ほんでみんなが口々に「カレー」とか「なんか焼肉なんとか」とか言うんで、もう覚えるのも嫌やしメモってまで行くのもと思って、もうな統一させてくれと。俺がこの世の中で一番うまい弁当はチキン南蛮スペシャル弁当だと思っていると。それを統一させてくれへんかなっていう話になって、分かった言うて、ほんでそれ買いに行くわ言うて弁当屋さん行ったら、まあお客さんゼロやって「すいません、チキン南蛮スペシャル弁当いつでいただけますか?」って言ったら「はい」って言って、まあ店員さんが中で作り出して、で僕そのカウンターのとこでこう待ってたら、ちょっとまあ年下なんですけどちょっといかつめの2人がバーって入ってきて、1人が「俺唐揚げ!」って言うたんですよ。で「はい」言うて、でもう1人が「俺チキン南蛮スペシャル!」って言ったら「すいません売り切れです」いう話になって、であらってなって、なるほどね、何やねんって。また1人がその唐揚げ言うた方が焚きつけるように「人気ないわ!」みたいな言われる方はちょっとうるさいボケ、ほんな俺も唐揚げでええわ言うてどっか出て行ってくれたらいいんですけど、僕の問い面で待ち出したんですよ。これはやばいなってなって、でずっとこうやばいぞやばいぞってなったら、なんか奥のなんかミニカウンターみたいなとこに僕が頼んだチキン南蛮スペシャル弁当が1個ずつ積み上がっていくんですよ。シャレならシャレならもう4つになって、もう5つ目なんかテトリスみたいに消えてくれへんかな思いながら、ね、やばいやんって積み上がってしまった。ほんでこれやばい思ってもうババって立って、もう僕財布開けて、言うてもお客さんは僕とその人しかいない、その人らしかいないんで、もうお金出してバッて行ったんです。ほんで普通昼間とか混雑しとったら、例えば焼肉弁当なんかのお待ちの方って言うじゃないですか。でももう夜やし2人しかおらんし、なんか俺も出てるし金バってなってんのに、その店員さんが僕の顔この辺で「チキン南蛮スペシャル弁当5つでお待ちの方」って言うたんですよ。ほんならそれ聞いたその待ってるヤンキーのみたいなやつの一人が「えっ!」言うて笑って「人気ないわ売り切れとんねん目の前で」って言いよったんです。これやっぱ思ってもう金だけ払うて、でも帰ろう思って行こう思ったら、その「人気ないわ」言われてるやつがなんかもうなんか言わなあかんって僕のとこバー来て「どんだけ食うねん」って言う。いや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 と、あんな握りこぶきみたいな肉なんぼ好きでも5枚食うか思って、年下やし切れたのかな思ってパッて見たんですけど、あまりにもいかつすぎて「へっ」って言うて笑ってそのまま行ったんですよ。まあ腹立ったんやろうなと思うんですけど、ツッコミ間違うてるけどな。お母ちゃんには長生きしてもらいたいんですよ。うちのおかんはほんまに破天荒な生物でして、僕を育てるために小学校、離婚しまして、離婚して一人で育てるってなってから、スナックで働くようになったんですよ。でそれも深夜から朝まで働いて、お酒も、結構飲んで、人付き合いもしながらで、自分の子供のための行事事とかも自分なりには一生懸命やってたんですよ。で夏休みに近所でラジオ体操でハンコ、こうやってもうみんなカードでハンコもらうっていうラジオ体操、僕毎日皆勤賞で行ってたんですけど、ある時私も行くと。で保護者はあんま来えへんのですけど、私もちょっと一回見てラジオ体操やりたい、一緒にやりたいみたいな感じで、僕のお母さんと一緒に行ったんですよ。でお母さん、ずっとラジオ体操なんでこうわーっと最初やって、この辺ぐらいでもうってなってるんですけど、ずっとスナックで結構お酒を飲まれてるので朝6時ってなったらもう寝てへんのでってなってる。で中盤ぐらいになったら一番の難関のジャンプがあるんですけど、これでガーってなって開いた時にあらららら小学生みんなの前でゲロブワーって、そんなお母さんでずっと育てられてきてるので、僕はでもこんなお母さんが大好きやったんですよ。で先日お姉から電話がありまして、もうちょっとおかんがあかんと、もう全然何にも言うこと聞いてくれん、もうそれが原因なんじゃって言うてもうたんよって言うんですよ。で何があったんって言ったら、最近喘息がひどくて、言葉の節々に「昨日な買い物行ったらひーって言うんですよ。しょうがないですよね。今おかんとお姉別々のところ住んでるんですけど、お姉のところに遊びに来て「お姉ひーお姉ひー」玄関でもう何事やと思って、ほんで「お母ちゃんどうしたん?」って言ったら「ひー喘息がひーひどひひー」って、もうひどいも言われへんのよ。ひどひひなってもうて、ヒーンって、もうお母ちゃん、もう私んとこもう混んでええから、もう横になっとき言うて、で、お姉の家に上がらして、布団引いて横になってたら、ヒーン、ヒーン、ヒヒヒーンってなって、お母ちゃん、もうほんまに大変なんやから、早くね、私らも行かれたら困るし、私らの言うことも聞いて、病院にまず行って、薬をもらって、喘息の薬をちゃんともらって、生活して、ヒーン、そんなこと言うても、ヒーヒーヒー私だってヒーヒーってヒートアップしてきて、なんでこんな喘息をヒーヒー4人兄弟でって、4人兄弟なんですけど、私だけがこのお母ちゃんの、自分のお母さんのお母ちゃん、喘息持ちなんですよ。私だけがこの喘息をもらってヒーヒー、そうなってるのも私だって嫌だよ、ヒー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 ってもうヒートアップして、もうあかんよ、そんなになったら私だけヒーヒー、辛いことばっかりヒーヒーヒーってなったんですよ。そのヒーヒーヒーって言いながらをタバコ吸いながらずっと言ってる。お母さんには長くしてもらいたいんです。中学の卒業式、15クラスくらいやってもマンモス校で3年になるまで知らんやつおるんですよ。男女共学の男子でも知らんやつおってんで、おとなしいやつで名前が沢田研二いうやつがおるのを3年で知って、ほんで出身タイガースも出身ですし、もうみんな当然そのもう大スターですから、ジュリーやんけということなんですけど、見たらもう普通にもうちっちゃい、ちょっとぽっちゃりさんも色の白い、スポーツ狩りの感じの真面目なやつなんです。だからいじっても何もないので、もうそんな別にその学校でそんなやつがおるみたいなことにならなかった。ほんで3年の最後卒業式、そいつ1組やったんですね。で、ジャンボ中学なんで1組の1番のやつしか卒業証書呼ばへんと、もう省略や、もう 1,000人近くおるんで、うちの学校は出席番号順が54順じゃなくて誕生日順やったんです。それと4月2日で1番なんですね。で卒業式の前の日にリハーサルやられて、みんな体育館集まって、で教頭が仕切ってて、で卒業証書授与のリハーサルの時に3年1組1番沢田研二言ったら、それ知らんやつがいっぱいおるんですよ。もう町内大爆笑、ジュリーやんけ、どこやそんなぞったんか、全然ちゃうやんけ、何がジュリーや言って、ジュリーちゃうんですけど沢田研二のだけで言われて、でほんなら体育の先生も指導係がブワーでいて、おめえらこら言って、何を笑うとんねん人の名前で、ほんで明日大事な卒業式や、お前らだけちゃう、周り不敬と偉い来賓の方来はんねん、 PTA の会長も来る、明日ええか笑ったら承知せへんぞ、おいみたいなことになって、でも次の日本番卒業式、不敬来て来賓来て卒業証書授与のあって、3年1組1番沢田研二でも生徒はシーンなんですけど、不敬と来賓大爆笑体育の先生ほんと1か月ぐらい前なんですけど、車一人で運転してたんですけど、こんなにもかっていうぐらい運行がしたくなりまして、たまんないんですよ。で車乗ってますから、とにかくどうしようってもうほんますごかったんで、公園か公衆便所かいろいろ頭の中で考えたけど、もういいとこが思いつかないで、原宿と渋谷のちょうど間の明治通りあたりを走ってたんです。ちょうどど真ん中にスターバックスの看板が見えた。あ、もうこれはもうスタバ行くしかないと、もうスターのバックがやばいわけですこれはスタバやと。でちょうど前にに枠もあるんですよ、駐車の。で、それも空いてた。もうやったと思って、その車止めて、で、そのスターバックスね、ビルの奥にあるんですよ。で、あ、まあ、しゃあないばと思って、ウィーンって開いたら、スタバがだいぶ向こうにあるんですけど、その前にトイレっていうのが出てたんで、こっちお手洗いって、あ、スターバックス行くまでもないんやと思って、うわーって行ったら、考えられへんぐらいのこの、電子ロックがかかってるんですよ。暗証番号ね。もう全然ないんですよ。でももう俺はもうトイレを見たから、本丸がもう開いてるんだよ。もう後戻りもできへん。マジかと思って、とにかくあかんと思っても、もう耳、鼻ってやってみたい。ゼロゼロゼロ1、ゼロゼロゼロ2、ゼロゼロゼロ3ってやってみたら、でも開かないですよね。あ、ゼロ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 やってないわ、思って、ゼロ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 やって、次どっからやったっけみたいな。うわーなって、もう油、うーなって、あ、もうこれはもうあかんと。この便所に関わってたからあかんと思って、もともとはスタバックスやったんですよ。スタバックス行こうと思って、バーって行ったら結構人多くて、そこまたトイレ、うわー探すんですけど、そこのスタバがトイレがないのよ。ちょっともう待ってと思って、でも従業員に「すいませんトイレ貸してください」って言ったら「そこのトイレで暗証番号2405です」ええー、そのセキュリティいるみんな聞いてるし情報とクソがもうダダ漏れですよ。まあまあ今の数字は架空の数字ですけどね。今言っても多分上がらないでしょう。いやこれ結構数年前なんですけども、僕その当時もう築40年ぐらいの古いマンションに住んでたんですけど、まあ仕事の合間でちょっと夜7時過ぎぐらいに一旦帰りまして、で玄関鍵開けてガチャって開けたら、まあ真っ暗なんですけど、中からジャバ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 って言って、もうなんか聞いたことないような音がするんですよ。なんだってパッて玄関の電気をつけたら、僕の部屋がですね、もう木の天井なんですよ。古いマンションで木の天井がもうドーム型になってまして、そっから水がもう滝のように出てるんですよ。ジャバジャバジャバってブワッシャーって、でもうちょっともう水浸しっていうかもう溜まってるんですよ。もうそのリビングのところが。でもなんかティッシュとかももう浮きそうな感じでこうなってるぐらいのところになってて、どういう状況だろうね。もうずっともう滴り落ちてて、どうしたらいいんだろうって、とりあえず不動産に電話しようと思って、不動産に電話したんですよ。ですいません、水がですね、尋常じゃなく垂れてきたんですよ、天井からって。あ、そうですかって。で、どうしたらいいですかねって言って、担当のものに変わりますんでって、まあ住所言って、で、まあ保留音が流れて、その間もずっと滴り落ちてるんですよ。で、ずーっとまだ3分ぐらい、経っても全然変わんないんですよ。でもだんだんイラついてきまして、まだかと思って、でずっとやってやっと変わったんですよ。もしもしって言って、あ、もしもしって言ったら、 4.5 畳のバルコニーありますって。何の話してんだこいつと思って、誰だお前って。なんだ 4.5 畳のバルコニーって言って、そんな話してるんだ俺、水漏れの件だ俺、イライラしてるわ、間違えたぞって言って、申し訳ありませんって。またそこからティーのリのリのリンってなって、そこからまた3分ぐらいずっと出なくて、で、変わって、担当のものですよ。あ、さ、水が尋常じゃなくされてんだよ、これ。急いでくれ。これどうすんの、業者呼んでくれって言ったら、すいません、6時でも業者終わってまして、もう、どうにもならず業者にはあれなんですよね、って言って、あ、じゃあ、どうすんのこれもう、とんでもなく垂れてんだけど、って。明日、伺いますんで。いや、そんなレベルじゃねえんだ、あんた。水が滴ろうしてて、明日ってどういうことだよ、って。でも、すいません、もう手いっぱい。だ従業員から、いいからよこせ。従業員よこせ、とりあえず。どっか閉めるとこあんだろって。すいません、もう手いっぱいで、ダメなんですよ。ちょっと待ってくれ。もう水がもう滴ろうして、水浸しなんだよ。社長が変わってくれ、社長にって言って。社長今対応ちょっとしてまして。いや、いいから社長に変われ、社長にって言って。で、社長に、またティーのリロリロリンってなって、またそこから2、3分経って、社長が変わったら、雨漏りがして、雨漏りなんて事件じゃないんだよ、もう社長って。雨漏りなんて事件じゃない、水が滴り落ちてるんですよ、もう。どうにかしてください。もうどうしますこれって。刻一刻と水が滴り落ちて、もう滝のように流れてるんですよ、って言って。わかります。誰かよこしてくれって。「わかりました、じゃあ向かせますんでお待ちください」って「おじゃあ待ってるから」って言って、まあ、電話切りまして、でずーっと待ってて、もうでもどうすることもできませんが、とりあえず家のゴミ箱で置いたんですけども、家のゴミ箱なんかもう2、30センチです。もうすぐにたまるんですよ。で網のやつなんでもうちいち横からも出るし、なんかもう全然やっても意味ないです。でも何かしなきゃと思ってずっとやって、でもやってるうちにね、もう30分ぐらい経ってるんですよ。もう一回電話しまして「おおちょっとどうなってんの？もう30分だって7、8分なんですよ、不動産屋から。今出てますね、出てっても30分経ってると「おお急いでくれ、今向かってますから」切って、でまた仕方ないです、やるしかないです。僕はちいち出てますゴミ箱でやります、やれへんよりはね、やってまた10分経ちました、来ないんですよ。で電話して「どうなったら全然来ないぞ」「すいません、道に迷ってる」「道に迷ってる」「ああそう急いでくれ、頼むぞおい」切りまして、そこからまた5分ぐらいしたらピンポーンってなりまして、もう怒りもう爆発寸前です。僕もう無理だと思ってガチャッと上げたら、80ぐらいのじいさんが杖ついて「水漏れだ」って言って引っ込んでやるぜ。悪いな、あくまでもいや、これは心の声です、心の声です。言ったわけじゃない、マナーありますから。80のお店で僕言いません、マナーありますから、心の声です。いやすいません、これちょっと大変なんですよって言って「あ本当、あこれすごいわ」って言って、そのじいさんが中入ってきまして、その杖ですね、ここでしょってついたら、その全部入れがバシャーって「じいさん何やってんだてめえ」って。今の心の声です。私言いません、マナーありますから。何やってんだ、何やってんだよこれね、業者呼んだわけよって初めから言ってんだよ俺って、初めから業者呼んでくれって言ってんだよ俺って。よく聞いたらですね、社長のお父さんだったらしいんですよ。社長のお父さん来てどうなるんですか、この状態で。社長も社長でいくらいないからと、お父さん派遣します？杖つかねえ、しかしねえ杖つきますね。どうもあふれ出てるんですよ、困った話やな。まあこれ軍団できた当初の話で、まだみんな元気に頑張ってね。でいつものように楽屋でその着替えをしてたんだけども、その時に珍しくうちのラッシャー板前が「皆さんちょっといいですか」と。どうしたの？実は今ちょっと衣装さんから軽いクレームが入ってきました。ラッシャーのとこに衣装さんになんか迷惑かけた覚えないけどなって言ったら、そのちょっと言いにくいんですが、毎回白いブリーフにシミをつける人がいるんですという話になって、いやいやそれはちょっとまずいよと、でこのままにしておけないからっていうんで、その午前中の収録終わって昼みんなでまあ弁当食いながらワイワイそのことについて話し合ったわけで、まああるやつはその、我々はその瞬間力が入る、熱っとか痛っとかっていうそういうリアクションの仕事が多いから、ちょっとぐらい見逃してくれてもいいんじゃないかっていうやつがいて、でまあこっちで「いやいやそれ以外はまずい」と、衣装さんに申し訳ないからまずは誰がそのシミをつけてるのかはっきりしようって言ったら、また別のやつが「いやいやもうみんないい大人なんだから犯人探しみたいなことはやめようよ」と。でも普通に考えたらいい大人はブリーフにシミをつける会議は絶対しないわけです。これだけでおかしいですね。でそのまあみんなで話し合って、まあ、結果その全員20代で健康体だと、いくらなんでもそんなに肛門緩くないだろうと。ということは本番前にちょっと慌てたりなんかしてトイレに行った時よく拭いてないんじゃないかということになって、最終的にその話し合いの結末がみんなトイレに行ったらよく拭こうっていうとても大人の話し合いとは思えないような結末で終わってではその後午後の収録があるからっていうんで、またみんな着替えましたと。そしたらラッシャーがやっぱりちょっと黙ってやらなかったんだよね。すみませんけどもちょっとブリーフチェックしますと。でみんなが着替えたばっかりで自分の衣装の上に置いてあるブリーフを一人ずつちょっと確認して、「すみません、らっきょうさんセーフです」「ダンカーさんちょっとこれもやかかってますけど大丈夫ですか？」なんだもやってると思って、その次にパッてラッシャーが持った瞬間に「うわっこれダメですよ」って言うから「何どうした?」って覗きに行ったら、もうなんだろう、完全にこのシミのレベルを超えた、これはちょっと本当にやばいと、ちょっとこれは言わなきゃいけないって言ってたら、そのブリーフを履いてたやつが「何そんな大げさなこと言ってんの?」って。そんなもんついてるわけないでしょって覗きに来た瞬間に、そういう時はうわっって言ったんだよ。でおそらく、たった今、さっきまで自分がその身につけていたブリーフに、そんなまがまがしいやつがついてると思ってないから、本人もびっくりしたんだろうね。で、思わず声が出て、でこっちも、いや、さっきみんなで話したよね。いい大人だから、トイレに行ったらちゃんと拭こうって言ったよね。でトイレ行ったの行った。で、こんなに汚れてるのおかしいですね。で、ラッシャーがさすがに、これは本当まずいんですよ。どうするんですかって、そいつに突きつけたら、そいつが思わず、どげんかせんといかんって言ってた。その頃から、まあ、なんかしなきゃいけないと思ったからね。改革はしなきゃいけないと思ってた。その事件がなかったら今ない。そうそう。通してね。もうブリーフにはもうそのまんまでしたからね。まさにそのまんま。はい。いや、ちょっとびっくりですね。すげえな。面白い。話し家もみんな落ち着いて見られるようになりましたけども、入った頃ってのはね、案外そそっかしいやつとかから変なやつが入ってくるんですよ。うちの弟子でもそうなの。らっきょうって弟子がいるんだけど。らっきょうさん。で。スナックへね、一緒に行って、で、その時に私ね、腹黒、時計って出したんですよ。とある会社のノベルティで。ね。文字盤とか黒いの。ね。それをぜひくれというわけ、そのママが。分かったって、それ持って、弟子と二人でスナック入って、で、箱から出して、パッと開けたらば、電池入ってないし。じゃあ悪いし。ね。で、何本かなって3本。で、弟子ここにいるんですよ。あんちゃん、炭酸3本買ってきて、はい表へ行って。で、炭酸を、気泡の入った水、炭酸を3本買ってきた。私は、電池の蓋を開けて、指をさして、炭酸を、で、買ってきましたって勢いを、ね、言ってるわけ。言って。で、ママが、うちにも炭酸あるわよ。優しい。こっちはもう腹立つから、入れてみろ。これ入れてみろって言ったら、そいつ真面目だから、一生懸命やるんですよ。藤井も炭酸あるわよは優しい。僕はこの前実家帰ったんですけど、実家は本当に南海電車でかなりもう南の方なんでずっと乗らなきゃいけないんですね。で、難波から乗って、混んでたんですよ。端っこから2人目のとこ座れて、座ってたんです。道のり長いんで、こう寝ようとしてたんですよね。で、新今宮に泊まって、ほんならここの、僕の両サイドの2人がパッと立ったんで、こっちに寄ろうかなって思ったら、もうおばさんが2人入ってきて、パッと両隣に座ったんですよ。ほんでもう、その人ら知り合いなんですよ。だから、待ってくれたら僕寄れたし、で、話しながら入ってきて自然に座ってまだ話してるんですよ。ほんで、これも今更言えないなって思って、こう、後ろにもたれかかって、もうここで話さそう思って、こう、ずっとこうやってたんですよ。で、こうずっといてたら、ずっとやっぱその、井戸端会議みたいな、おばさん、大阪のおばん同士なんで、あそこの、息子さんが大学行けんと専門学校行ってで、誰みたいなのをずっと話してるんですよ。で、駅の間隔が長いんで、駅着くまでは我慢せなあかんなって待ってたんですけど、やっぱもう話は尽きないんですよ、その噂で。どこどこ誰っていうのがあって。で、こっちのおばさんが、あそこの人、もうすぐ離婚するって聞いたで、って言うて。誰よそんなもんなんか、私言うたって言わんといてな。教えてって言って、こっちの人が、ギュッて寄ってきたの分かったんですよ。もう、鬱陶しいな思ったら、僕の耳に、坂田さんって言うて。びっくりして、急に。急にでかい声で。急にでかい声で、坂田さん。びっくりするな。びっくりしました。普通に僕に。僕おばあちゃんが岡山の人で、しばらく実は岡山に預けられてた時期があるんですよ。幼稚園の年長ぐらいの年齢なんですけども、その岡山言うてもその間郡ってもう今ないようなとこで、ごい田舎なんですよ。天然記念物のオオサンショウウをうじゃうじゃ売ったりとか、野生の鹿やらイノシシやらがそこら中畑出てきたりとか、本当に山ミミズって言って他ではミリンぐらいこの30センチ以上のミミズが雨降った後山の肌に全部出てきて、うじゃうじゃ動いて山が動いてるように見えるような。後にF1 のサーキットが作られたぐらい、なんもない、ほんまに田舎の場所やったんですよ。もう今統合されてないんですよ、その相田郡っていうところ。すごい自然に囲まれた中で、まあ、多分教育方針で預けられてたんですけど、おばあちゃんとか、要は山菜をね、取るんですよ。もう、食卓に並ぶのは川の魚か山菜か畑で取れたもんかいうぐらいしか並んでなくて、もう毎日山菜とか取りに行ってたんですけど、まあそこに、僕と、まあおばあちゃんと僕と、親戚のちえちゃんっていう女の子、僕より1歳年下なんですけども、じゃあ、とまるとちえついておいでって山菜取りに行くからって言って、山あいのところちょっと行ったところで、まあ、僕もショッキングやったんですけど、初めて、鹿の死体見たんですよ。鹿が死んでたんですよ。足どないなってんねんっていう死に方やったんですよ。なんかこんな。目、ちょっと向いてるような。うわっ気持ち悪い、怖っと思ったら、やっぱ、ちえちゃん、女の子やから、すごいショックやったんですよね。死体というもの、まあ、鹿が死んでるっていうので、ちえちゃん泣き出して、石持って鹿の死体に、あーってバーン投げたんですよ。おばあちゃんがそれ見て、やめなさい、ちえって言うて、あんたな、この鹿は今から、極楽行くんや。極楽行って石ぶつけられた後あったら、この子どう思われるみたいな。知恵も嫌やろな、あんたかでいつか死んねんな、ほんで極楽行った時にここ怪我してたら嫌やろみたいな、まあ、命の大切な尊さみたいなね、ずっと語って「知恵ちゃんもごめんなさい」みたいな、ね、で町の村の若い人呼んでこれも埋めてもらうからみたいな、でとりあえず山菜取りに行こうと、もうちょっと奥行ったんですよね。でおばあちゃんがこう山菜取ってて、でなんかグッて抜いたらさっき言うて山ミミズがね、ビルビルビル出てきたんですよ。うわこんなんですよ。で、地面上がったらペタ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 ってこう、跳ねるようになってたら、おばあちゃんがこう、小刀ですね。さっきまで命の尊さを語って、小刀サカ出して、なんやこの気色の悪いって、サカそれ見て、ちえちゃん、おばあちゃんに意志だけ。なんかいろいろ考えさせられる。僕の沖縄の後輩でキャンキャンっていうのがいるんですけども、それをツッコミのたまちゃんってこの話なんですけども、小学校の時にインコ飼ってたんですよ。で言葉を教えるっつって「こんにちはこんにちはこんにちは」ってたまちゃんずっと言い続けてるんですけども、なかなか覚えが悪くて俺全然覚えないんですよ。どうしたもんかなって考えて、たまちゃんなるべく練習時間を増やそうとして、カセットレコーダーに自分の声で「こんにちはこんにちは」ってマイクで録音して、その録音したテープをそのカゴの前でずっとエンドレスで流してたんですよ。こんにちはこんにちはこんにちはって。そしたらもうしばらくだってもうずっと聞かされてて、鳥がもうバーッて暴れ出して、もう鳥かごの中で暴れてるんですよ。で羽をグイ鳥ってそういうとこあるんですかってなって、それ見たお母さんが「かわいそうでしょ」って、こうなるために飼ってるんじゃないんだから、もう逃がしなさいっつって、あ分かったっつってで窓を開けて鳥かごで鳥がピッて開けて、ピーちゃんパーッ飛んでって飛びながら「こんにちはこんにちはこんにちは」やっと解放されたから悲しい。さよならって教えてくれた。おもろいけど。はい。横綱、輪島、高野花さんとか北上さんと名勝負を作った輪島さん。僕すごく仲がいいんですよ。で飲みとかも行くんですけど、ちょっと天然というか、大きすぎてこだわらないっていうか天然なんですよ。その輪島さんが横綱のとプロレスラーになったんです。でデビュー戦がタイガー・ジェットシン、そのデビュー戦の視聴率っていうのは歴代1位なんです。あ、そうなんや。でその試合前にですね、まあ基本真剣勝負ですけど、一つだけタイガー・ジェットシンのお約束があるっていうことを聞かされてたんです。タイガー・ジェットシンは試合が始まったらまず相手を場外に出す、で鉄柱のところにガンってやると、でお客さんをどかして椅子を取って椅子を振り上げて叩くと。けどそれもタイガー・ジェットシンがお客さんを盛り上げるための唯一のお約束だと、椅子を振り上げるけど左側に下ろすんで避けてリングの中に上がってください、そっからが真剣勝負ですって聞いてたんです。で分かりましたって和島さん入場してゴングが鳴ったらやっぱタイガー・ジェットシンが来て和島さんを外に落としたんです。で鉄柱のとこガーンってやられて痛いと思ってタイガー・ジェットシンはお客さんをどけて椅子を持ち上げた。で左って分かってたけど和島さんはタイガー・ジェットシンから見て左か自分から見て左か分かんなくなった。あれ左って聞いてたけどどっちだったけど、もうタイガー・ジェットシンはもう振り上げてるわけですよ。で一か八か避けたらそっちに椅子が来て気絶したんです。最高視聴率、それは取るな。取りましたね。その和島さんがプロレスラーになった時に一番いじめたっていうか強かったのが天龍さんだったんです。要は和島さんっていうのは横綱で入ったからすぐスターになったんです。天龍さんも元相撲取りで入ってプロレスラーに入ったんですけど、めっちゃ苦労して上に上がっていったんです。で先に天龍さんが来て後から和島さんが来てスターになったわけです。だから天龍さんと和島さんっていうのはほとんど毎日シングルマッチとかタッグマッチでぶつかってたんですけど、とにかく天龍さんがめちゃくちゃ殴る、叩きつける、で最後は顔をバッカンバッカン蹴るんですよ。サッカーボールキックね、サッカーボールキックっつって10発20発和島さんの顔を切るんですよ。でもその毎日和島さんがボコボコにされてたからプロレスラーはちょっとずつ和島頑張れになってきたんです。で和島頑張れってなってきて、テレビ中継の日にタッグマッチ和島組対天龍組がテレビ中継されたんですよ。でお客さんたちももう和島頑張れになってるんですけど、試合が始まったらまず天龍と和島なんですけど、もう天龍さんめっちゃ強い時なんでボコボコなんですよ。グーでまずボコボコにして、で何回も叩きつけて、でいつものように顔をバンバン足で蹴ってたんですよ。でもうまたいつものようにこれでボコボコで終わりだっつって天龍さんがもう最後いつも決める時ブレンバスターなんでブレンバスターで投げようと思ったらボコボコにされた和島さんが耐えたんですよ。あんなボコボコにされてよく耐えるなと思って和島さんが切り返したんです。切り返して天龍さん投げたんです。そしたら会場中がうわーってなって、でテレビ見てる僕たちもうわーってなったんですよ。和島頑張れになったんです。実況のアナウンサーも興奮して「和島怒った、和島怒った、和島反撃だー！」って叫んだんですよ。それ和島さんフラフラになって立ち上がって自分の仲間のとこに行ってタッチしたんです。和島怒りのタッチ、怒りのタッチ、怒りのミラクルタッチ。中学の時の話なんですけども、朝礼の時に、朝の朝礼の時に校長先生が学校でスポーツで活躍した生徒を表彰してたんですよ。野球部頑張った、サッカー頑張った。その中で機械体操で泉川君っていうのが沖縄でチャンピオンだったんですよ。種目が床だったんですけど、で校長が表情を読み上げてみんなの前で「泉川雅人沖縄県チャンピオン、種目床」っていうのを思いっきり「種目床」って言うんですよ。中1でもう沖縄県一の床上手になったんです。なってはないわ。一番国語の先生が笑ってましたね。中学とか高校とかの時に同じクラスじゃないけどもお互い顔知ってる女の子と喋ったことないけどお互いちょっと意識し合うというか、向こうも自分のことええと思ってんのか、僕もちょっと可愛いなと思ってんのか、なんか、チラチラ廊下ですれ違う時、目だけパッて会うけど、喋ったことない、お互い意識し合う異性みたいなっていうのは、まあなんか、学生の時あると思うんですけど、僕は学生時代に、お葬式に来まして、それが告別式というか、なんですけど、お家の、で、お葬式があって、で外には、こう、テント、白いテントで、下でおじいちゃんとかおばあちゃんとか、おっちゃんとかお茶飲んでる状態みたいな。で僕、早めに行ったんですけど、ほんなら、若者は僕だけしかいなくて、で、だんだん人がばー集まってきたら、ちょっと若者も来るみたいな。で、僕の周りには、結構、テントから出てきたおじいさん、おばあさん、おっちゃん、おばあちゃんが周り囲まれてて、で、まあ、お葬式かと思ってたら、ここにちょうど、これぐらいの高さですかね。ハゲたおっちゃんここにおったんですけど、もういかにもバーコードというか、バーコードの霊、バーコードハゲとはもうこのことだっていうぐらい、両サイドが黒ってなってて、シャってなってるんですよね。ああ、これ、バーコードやなとか思いながら、こう、ほんなら夏じりじり、照りつけてるから、だんだん油っぽくなってきて、ああ、まあそうか、とか思いながら、ずっと見つめてたらですね、まあ金分がバーッ飛んできて、まあ、まさかなと、嫌な予感するなと思ったら、そのバーコードの上にパッと止まったんですよ。で、まあまあ、そのこともあるわいなぐらいだったんですけど、ずっと見てたら、この金分としても、そのバーコードだけではちょっと心もとないから、ちょっと上に上がりたいと。でも、落ちるみたいな。右斜め上上がっていって、ちょっと下がって、もう一回右斜め上上がっていったんですよ。なんかこう、なんですか、音符みたいやなっていうか、思うわけですよね。なんか、こう5本線に、なんか全音符が乗って、ドレミ、ドレミみたいな。まあこれ、まあ、チューリップやったら咲いた、咲いたやなとか、思ってだんだんちょっと笑けてくるんですけど、周りおっちゃん、おばちゃんばっかりが僕めっちゃ背高いから、浮いてるんですよ。ここで犯人焼けとかなったら絶対あかんと思ったから、あかんもう見たらあかんぞと思ったら、まあ、こう、おっさんが、んってなんか違和感感じたんでしょうね。パッてやったんですよ。だから分パーって言って。で、バーって言ったらまたそこ来たんですよ。で、もうこれ以上、わらかさんにとってはかなぶんと思ってたら、もがいてるんですけど、こう紙でこうなってるから、おっさんも気づいてなかったんですけど、なんですかね、もがいてるから、爪がおっさんの皮膚にさって当たったんですよ。だから、周りに聞こえるか聞こえへんかぐらいの声で、いたって言ったんですよ。おっさんが。それが、いたじゃなくて、いたってなったんですよ。あれなんで俺の頭皮いきなり痛なんのっていう、疑問系やねんっていう感じで、いたって言ったんですよ。めっちゃ笑けてきて、もう絶対笑ったら、周り、もう葬式やのに、俺笑ったらあかんやん。いたって、可愛いやんとか思ったら、笑けそうになってたら、バッておっさんになったら、ブーってなったら、金分やったんですよ。おっさんも気づいて、はい、こいつかみたいな感じで、はい。死ねって言ったんですよ。正直みんなシーンとして、お経がバーンと流れてるので、僕も、って笑ってもうたんですけど、周りはおじいさんばかりはもうこんなんです。みんな。でも、ここにおった50ぐらいですかね、のおばちゃんも、パッて見たら、おばちゃんもこう笑ってて、で僕もちょっと笑ってる。パッて見て、あ、みたいな、なんか、今の聞きましたよね、みたいな。なんか歌も聞いてましたかみたいな。みたいな感じだったんです。地元一緒やったから、ちょいちょいそれからそのおばちゃんと会うんですけど、そのおばちゃんがごっつ色目つこってくるというか、前、あのことで一緒に笑い合った、お兄ちゃんやね、みたいな感じで、こう、すれ違う時いつも、チラチラこう出てくるんですよ。ほんで、一回僕が南海電車から降りて、ロッテリアの前でその、おばちゃんが、自転車乗ってるんですけど、僕パーって、あ、また見てくるやろうなと思って見てたら、おばちゃんが見てた僕にパッて気づいた時に、浅野温子みたいに髪の毛かき上げたんですよ。ない。確かに偶然や、そういう意味ちゃうがな。笑ったけど、あんたとそんなことならんからっていう。だからそれを、50歳ぐらいのおばちゃんと、しかしら目合うだけでお互い意識する関係になったことが一度あります。